熊本市上下水道局が処分なしとしたのは22歳の男性職員です。男性職員は今年1月、福岡市中央区天神の駐車場に停めた車の中で大麻を所持していたとして、一緒にいた3人とともに今年7月に逮捕されましたが、福岡地方検察庁は先月不起訴としました。熊本市上下水道局は処分なしの理由について、嫌疑不十分による不起訴で警察や上下水道局の聞き取りに対しても本人が所持・使用はしていないと話したためとしています。